なんかさ、髪伸びてきたよね、これ。ね、髪伸びてきたよね。これなんか今分けてるけどさ、これまっすぐにすると、こうなるから。貞子かな。はい、ということで、こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけども、先月末に稲妻イレブンのライセンスカード、そしてプレカの方、開封の方を行いまして、まあ非常に好評だったので、もっともっと稲妻イレブンのグッズの方を実写で紹介していきたいなと思いまして、この前、池袋の K-BOOKS アスリート館ってところに行ってきました。で、この K-BOOKS アスリート館ってところは、まあアスリートってことで、まあスポーツアニメのグッズが結構置いてあるってところで、まあスポーツアニメって、まあ黒子のバスケとか、まあ稲妻イレブンもそうですけども、まあ不女子人気なアニメが多いってところで、まあ客はね、ほとんどが女性でした。うん。なので、まあ俺19歳の男性だから、すごく入りづらかったです。まあ入りづらかったですけども、まあなんとか入ることに成功しまして、で、まあグッズの方を見ていましたら、これはちょっと面白そうだなというものが売っておりましたので、今回はね、開封していきたいと思います。それがこちら。はい。こちらなんですけども、2012年にマクドナルドのハッピーセットで販売されてた、稲妻イレブン GO のおもちゃでございます。まさかこれがね、売ってるとは思わなかったので、今回はね、まあ、全4種類全部買ってきました。ということで、今回は稲妻イレブン GO のハッピーセットの方を開封していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、ということで、今回開封していくのが、こちら。リフティングボール、そして、スタジアムカップ、そして、リストウォッチ、最後に、まあ、ハンドホイッスルと、この4種類をね、今回は開封していきたいと思います。それではまずね、リフティングボールの方から見ていきたいと思います。リフティングボール、ちょっと説明はこんな感じですね。まあ、リフティングボールっていう名前の通り、まあ、リフティングができると、あとこれキーホルダーにも付けれるという感じでございます。開けていきましょう。チョキ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 、ほい、開いたかな。開きましたね。おっと、なんか紙が入ってるな、これ。紙が、うん、ああ、もう一つ出てきた。あ、これが本体か。なるほど、これが店の方で包装されてて、これが実際にハッピーセットに配られる感じか。袋が 2つ入ってますね。はい、ということで、じゃあ開けていきましょう。チョキ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 、やばい、俺の不器用さが露呈してる。ほい、おお、リフティングボールで遊ぼうって書いてますね。サッカーのリフティングのように地面に落とさずに蹴る遊びだよ。平らな広い場所を選んで遊ぼう。スニーカーなど動きやすい靴を履いて遊んでね。準備体操したらさ、始めようということで。なるほど、足の甲にボールを乗せてみよう、上に蹴り上げてみよう、いよいよリフティングを練習、もっとこうだ、なるほど。まあ俺正直言って、まあそうですね、俺あの不器用なんでリフティングなんてできないんですけども。はい、でこれがね、まあリフティングボールでございます。ライモンのエンブレムが入っていて、あとはサッカーボールっていう、まあそういうデザインになっております。で、まあこれを、使えばストラップにもできると。どうやってやるんだこれ。あ、これか。ここにこうやってやるってことかな。まあこれでストラップにもなるっていう、まあことでございますね。まあせっかくなんで、じゃあちょっとリフティングしてみましょうか。せっかくなんでね。じゃあちょっとね、リフティングしてみたいと思います。リフティング、うん、俺ほんと運動神経悪いから期待しないでね。いきます。ひどいな。もう一回やってみます。難しいね。おお、できたできたできた。なんという低レベル。なんという低レベル。まあこんな感じでございます。はい、リフティングボール、まあこんな感じでございます。続いてはこちら、スタジアムカップでございます。はい、使い方としては、そうですね、ゴールにボールを入れて遊んでねと書いてあって、あと、この中に飲み物を入れて、飲むこともできるという感じでございます。早速ね、開けていきたいと思います。ほい、おー、来た。よし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 。これが実際に配られる感じのやつだ。で、これを割っていきます。よし、開いてない。開いてない。よし、来た、来ましたね。はい、これがスタジアムカップでございます。なるほどね、
これでゴールに入れて遊べって感じか。なるほどなるほど。じゃあちょっと遊んでみますよ。こうで、おおおおおお、入った。入りました。入りました。よしよし、入りました。まあ、こういう楽しみ方ですね、このスタジアムカップ。で、デザインと、しましては、はい、まあ、震度、天魔、軌道じゃなかった。剣の、まあ、このグリフォン組でございます。で、ここには、まあ、グリフォン組が遊んでる様子かな。で、お化身3体出てますね。うん。天魔、剣、震度、この3人のデザインとなっております。で、これ飲み物も飲むことができるのかな？開けれるんだよね、これ。お、開けれた。中は普通のコップって感じかな。まあでもこれ本当に子供向けって感じがしますこれ。おー、まあ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 、うん、まあワールドカップシーズンだし、はい、子供とかにこれで遊ばせてもいいんじゃないかなというふうに思います。うん、コメントが適当。まあこれが、スタジアムカップでございました。3つ目はこちら。はい、リストウォッチでございます。まあ腕時計ってことですねこれ。はい、まあ早速開けていきたいと思います。うん、行きましょう。はい、おお、なんかデザイン的にすごくかっこよさそうな感じがするんですけども、はい、いきます。おおおおおおお、あ、かっこいい。すごく稲妻イレブンって感じがするデザインだこれ。あ、かっけえこれ。ライモンカラーだよねこれ、ライモンカラー。うん、で乗ってるのはこれ天魔と魔人ペガサスアークでございますね。いや、ほんとこれは、あ、かっこいいかもしんない。うん、まあまあ俺の感性がちょっと子供なところあるけども、あ、これちょっと腕につけて会社行こうかなこれ。ちょっとつけてみよう。正直これ子供がつける感じだから、まあ俺はちょっとね、大人だから、うん、まあ大人だからつけれないかなと思ったんですけども、まあ俺腕ガリガリだから多分つけれるわこれ。ほい、お、ついた。お、ついた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 。お、いいね。お、こうやって時計を確認すると。おー、やばい。本当にあの会社につけていこうこれ。ただこのイレブンバンドが出るタイミングでこれつけてるのもちょっと時代遅れ感はあるけどねこれ。はい、てな感じで、こちらがリストウォッチでございました。4つ目はこちら。はい、ハンドホイッスルでございます。おー、あ、これ振ると音が鳴るし、あ、笛として吹くこともできるんだ。なるほどなるほどなるほど。多分今までの紹介してきた中で一番多分クレイジーな商品だと思うんですけども。はい、ちょっと開けていきましょう。ほい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 。お、あ、こっちも開いた。あ、こっちも開きました。いきます。じゃーじゃん。おー。お、これは剣の、あ、あ、すごい、ちょ、今見えたこれ。あ、デザイン変わる。これが剣で、これするとランスロットと剣のデザインになると。あ、すげえ。あ、ちょっと、あ、これ、地味に感動。これ地味に感動だわ、これ。うん。あ、これはすごいわ。で、これ振ると音が鳴るんだよね。あー、結構癖になるかもしんないこれ。なんか俺無意識にこれやってそうこれ。あー、なるほどなるほど。あ、これは面白い。あ、これは面白いわこれは。うん、あと待ってよ、これが笛なんだよな多分。ここを押すと笛が出てきました。笛が出てきましたこれ。あ、これを吹くと音が鳴るってことだよね。ちょ、早速やってみよう。それではこれね、ちょっと吹いていきたいと思います。こっちをこうだよな。いきます。え、ちゃんと吹けてるかなこれ。いきます、もう一回いきます。おお、音出たお、すごい。あー、でも今これ口つけたからさ、他人にシェアできなくなった瞬間だこれ。はい、てな感じでハンドホイッスルの紹介でございました。てな感じで、稲妻イレブン GO のハッピーセット4種類の方すべてね、開封の方が終わりました。正直どれもね、まあ遊ぶ分には本当に子供向けって感じなんですけども、まあコレクションとして、うん、結構ね僕も満足しております。で、実はね、稲妻イレブンのハッピーセットってまあこれだけじゃないんですよ。実は2013年、まあギャラクシーでもう一回やってるってことで、まあこれ好評だったら、はい、次回に続くって感じでまたやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。てな感じで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの